おつもるです。グレモルです。さあ、というわけで、本日はこちら。じゃじゃんと、カタール富山対清水エスパーさんのルヴァンカップで、対戦するので、今回のゲスト、カタール富山応援 YouTuber のカッターさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。さあ、というわけでですね、はい。いつもは試合前にプレビュー生配信をするという感じなんですけども、ちょっと今回は新しい試みということで、動画でやっていこうかなと考えております。はい。でですね、今回もなんかいつも5分間奏で垂れ流してポーンって出してるので、ちょっと僕も編集時間が なかなか取れないということで、今回もね、こうやって、マシンガントークでちょっと10分ぐらいお話しできればなと考えているのですが、はい、今回も加藤さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。加藤さんが運営されている、チャンネルのちょっと説明とか教えていただけますか？私はカターレ富山をもうチームができた時からずっと応援しているサポーターでして、大体3年前、2021年からカターレ富山を応援するチャンネルを始めました。で、ホームの試合ではカターレ富山のそのホームスタジアム、富山県総合運動公園の様子を紹介して、で、アウェイの試合では、アウェイの行った先の街であったり、スタジアムであったり、チームを応援しているお店を紹介したいというチャンネルをしています。はい。旅動画が結構再生されてるかなっていう感じのチャンネルなので、よろしければ皆さん見てみてください。お願いします。ありがとうございます。いや、もうカッターさんは、僕の動画もめちゃくちゃ見てくださったり、コメントしてくださったり、そして、何より動画がね、めちゃくちゃ、声のトーンがすごくいいんですよ。もうこの話してて分かると思うんですけども。ね、ぜひとも見ていただきたいので、下の概要欄から、カッターさんのチャンネル飛べますので、ぜひ登録よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあ、せっかくカッターさんに来ていただいたので、はい。早速こちら、現在のカタール富山について、ちょっとざっはくい。りですけども、教えていただけますでしょうか？そうですね。まあ、まず、カタール富山、6年間 J2 にいたんですけども、そこから降格して今 J3 というカテゴリーにいまして、で、今年で10年目になります。もうだいぶ長いんですけどね。で、昨年は、2位まで昇格できるというところで、惜しくも3位、得失点差で、昇格を逃して、今年こそはというところで始まったシーズンなんですけど、現在は9位にまだとどまっていると。ただ、まあ、開幕からずっとアウェイが続いて、八戸だったり、琉球だったり、まあ、遠いアウェイの試合が多かったっていう面で、なかなか苦戦したんですけど、その中でもまあ引き分けでなんとか勝ち点積み上げて、苦しい日程の中、9位でなんとかここまで来てるという見方もできるかなと。いう状況で、この後勢いつけていくためには、ここでエスパルスに勝てば、チームの士気もサポーターの士気も上がっていくんじゃないかなという、そういうゲームになるかなと思います。おはー、い。なるほど。いや、なんか僕はい。もカタール富山、ね、やりともさんの、ね、エスパルササポーターご縁でたくさん見ている方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、やっぱりこの J3 ではトップ5には基本的にいるよねっていう印象が、この2、3年でついてっているので、はい。なかなか手堅いチームだななんていう印象を僕は持ってます。はい。そうですね。まあ、守備の部分、結構球際頑張って、セカンドボール取るぞって部分、すごく、そういったところに長けてる選手が、多いのかなとは思うので、まあ、見てて、すごい、頑張ってるなっていうのが伝わってくるチームではあるんですけれども、まあ、勝負どころ決めきるところとか、中盤戦絶対勝ちたいってところで、なかなか勝ち点を取り切れずに、昇格まであと一歩っていうことが、まあ続いてる、ここ何年か続いてるのかなっていうのが現状ですね。うん、そうなんです。ありがとうございます。そしてはい。カターレ富山のことについていろいろお話しするにあたって、今シーズンといえばやっぱりはい。川合陽介選手がそう入っでてすきね。てはい。というところで、今シーズンの川合陽介選手についてちょっと今の、富山サポーターから見ての印象とか、あと、まあ、もしプレーとかされていらっしゃったら、どんな感じだよみたいな、あったら教えそうていでただきすたいでね。す。まあ、主にボランチで、まあ、出場していまして、まあ、全試合、スタメンでフルフル出るっ
っていうことは、まあ、ベテランっていうこともあって、なかなか難しい状況ではあるんですけれども、ここ3試合だと、その3試合のうち2試合が先発で出てました。で、まあ、水曜日の試合は過密日程ってこともあって、ベンチ外っていうことで、まあ、そのコンディションを見ながら起用できるときは、積極的に起用していこうかなっていう監督の意図は見えますね。で、あとはまあ、攻撃の部分で、やっぱりセンスがあるなっていうシーンが結構あって、結構その、なんていうんですか、ペナルティーエリアの外側で、ちょっとこう競り合いで浮いたボールをダイレクトボレーでゴール狙ってみたりとか。あとは、はいはい、まあ、やっぱり、もう一人の相方、ボランチの末木選手とのコンビネーションでね、いい攻撃の形を作ったりとか。まあ、やっぱり、あとは経験の部分ですね、チームに。若い選手が、大学から入った選手、大卒2年目、3年目の選手がいっぱいいる中で、まあ、そういった経験というのを伝えていくという意味でも、すごく大きな存在になってるかなと。その試合出てる時でも出てない時でも、大きな存在かなと思います。ありがとうございます。はい、このちなみに、ね、エスパルスでも、もう約合計10シーズン、2010年から21シーズンまで、活躍されて、まさにクラブの32年間のうちの、ね、3分の1在籍してるっていう、そうですね、うん、はい、状況なんで、もう清水にとっても、レジェンド的な存在だなって僕は、思ってるので、きっとね、河合陽介選手も、サッカー IQ めちゃくちゃ高い選手だなっていう印象が、やっぱ僕の中では残っているので、そういったところで若手のね、支えとなる若手のこの育成のついても結構ね、うん、やってくれるんじゃないのかなっていう、そういうね、モデルとしても素晴らしい選手かなって僕も思います。そうですね、少し前まではね、西部選手、エスパルスというと西部選手、今広報されてると思うんですけど、西部選手が、はい、いた時もやっぱりベテランの存在って言いますか、声出し応援がダメだった時だからこそ分かったんですけど、西部選手が一番後ろからこうディフェンス陣とか前の選手に声をかけてる姿がすごく分かりやすく指示出してる。短い言葉だと、誰々こっち綺麗とか、こっちは行っていいぞとか、なんかすごい素人目で見ててもすごく分かりやすく守備しやすい指示を出してるなっていうのが分かったんです。あ、こういうところがやっぱベテランの力だなと。で、まあ、ポジションはね、キーパーと中盤では全然違うから、意味合いが変わってくるかもしれないんですけど、そういう効果っていうのはやっぱ河合選手が入ることによってあるのかなとは思います。ありがとうございます。はい、そうですね、そう、エスパルス、ね、ちょっと触れていただきましたけど、西部さんとか、あと、以前は鎌田さんとか。そうですね、はい。そしてね、今エスパルスに在籍している選手だと白崎良平選手とか、あとフィジカルコーチの ねところからも、はい、来ていただいたりとか、あと新田さんも今コンディショニングコーチで、ね、同じフィジコか、やっていますし、かなり縁もゆかりもあるなというところがありますが、はい、はい、そんなわけでエスパルスの印象とかって今あったりしたら教えていただきたいんですけども、いかがでしょうか。もうカターレ富山より何倍もの規模、予算規模のあるビッグクラブだなと、大きなクラブだな、大きな存在だなと思います。あとはやっぱり僕の配信の方でもね、ちょっと紹介させてもらったんですけど、この清水の街にエスパルスというものがどこに行っても根付いてる。やっぱり J リーグで30年以上ね、歴史を積み重ねてきた、やっぱ伝統というところと地域に根付いてるっていう部分、これはやっぱりすごいなと思いますので、逆に言うとエスパルスのサポーターからすると J3 相手に負けるなんてことは許されないんだろうな。だからこの選手はやりにくいんだろうな。そこにチャンスが我々はあるんではないかいうことも思っています。そうですね、まあ、富山と対戦するのが今回初めてなので、どういう、はい、状況なのかわからないんですけども、いや確かにエスパルスは今回はかなりやりづらい戦いになるのは間違いないと思うので、そ
そこは出し、いやそうですね、ここは負けちゃいけないのとやっぱ思うので、うん、ジャイ切りさせられないようにしたいなっていう、もうめっちゃ抽象的な話せないですけども、うん、っていう印象を今、はい、聞いてて持ちましたね。ありがとうございます、はい、そうですね、僕は富山の地ね、うん、ちょっと足を踏み入れたことは実はないんですけれども、うん、なんかの機会があれば、はい、行ければいいなって思いますので、はい、よろしくお願いします。お待ちしております。さあ、そんなわけで、はい、こちら試合のスコア予想とかもお聞きしたいのですが、ズバリスコア予想はね、どうなると、まず、富山が勝つためには、これ山形と1回戦やった時もそうだったんですけど、なるべくこう0対0の時間を長くすることがまず大事だろうというのもあるので、まあロースコアに持ち込めればっていうのもあるんで、1対0でカターレ富山の勝ちを予想したいなと。おー、はい、ダメです。いやで、さっきね、ちょっと川井陽介選手の話しましたけど、そのペナルティーエリア外からダイレクトボレーでシュート狙ったりっていうシーンも見てきてるので、このエスパルス戦で決まるんじゃないかな。そう。1対0。やだー。いかがでしょうか。本当に嫌です。いかがでしょうか。それなら、ね、許してくれないですか、エスパルスサポート。まあ、河合陽介にやられたなら、まあ、しゃあないかと。河合陽介が頑張ってるなら、まあ、お目に見るかと。ってならないですかね。ならないですか。たぶん、まあ、2対1で1失点、河合陽介なら、まあ、いいかな。イエーイ、そういうことじゃない。そういうことじゃないんですよ。そういうことじゃないんです。ダメですか。ダメです。やるからには、はい、勝ちたいって。そうですね、確かに、はい。さあ、そんなわけで、今1対0と予想していただきましたが、はい、僕は正直、ウロゼロ清水かなって思ってますけど、おお、逆に。そう。なるほど。いや、間違い、いや、多分ですよ、僕の予想ですけど、エスパルスとしては、中3日でまた、ね、岡山戦があるので、主力は、あまり出ないんじゃないかなと予想していくと、うんうん、フォワードで千葉寛太選手が入ってきて、バゴンと1点決めて、手堅く沖優也選手をはじめとした守備が守ってくれるのではないのかなと勝手に予想をしております。いや、今治以外のジェスリーサポーターが聞きたくない名前ですね。そうなんですね。なんか、いやー、本当に今治にいた時のこうチームへのフィットをしてる感じとか活躍ぶりっていうのはね、みんな脅威に思っていたことなので、またね、主力選手中心じゃないスタメンだとしても、まあ脅威的な選手がいっぱいいるなという印象ですね、エスパルスにはね。いやー、はい、そう言っていただけてありがたいです。はい、千葉カート選手も、もしこれを見てたら嬉しいかなと思います。見て、多分、おそらく見てないと思うけど。ありがとうございます。さあ、はい、そんなわけで、お時間もいい感じにね、迫ってきたというところで、はい、改めまして、ちょっとカターさんのチャンネルの告知でございましたら、ぜひ、この時間でよろしくお願いいたします。はい。今はね、カターレと山 J3 というカテゴリーにいるので、J3 のいろんなスタジアムを巡って動画にしています。で、清水エスパルスというクラブにとって J3 っていうカテゴリー、まあ、今まで縁がなかったと思いますし、今後も、そのカテゴリーにいることは、まあ、まずないと思うので、動画で見る機会はね、このブレモルさんのチャンネルを見てもないと思うので、そういう知らない世界を見たいなって方はぜひ見に来てみてください。J3 のいろんな部分が見れるチャンネルになってますので、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、テギバジャーロのね、新スタジアムのところも、いち早く、ね。ああ、そうですね。あれは、日程がラッキーでしたね。早いタイミングで。
新スタジアムで J リーグ1年目で、あれだけの動画を僕がたまたま最初に作れたから、あれだけ伸びてくれた。運です。はい、YouTube は運ゲーです。運ゲーです。多分ね、YouTube のところで。はい、そうですね。確かに、それはちょっとある。ありますね。はい、あの YouTube の話で言うと、一応、この、動画を出す、ちょっと前あたりのところとかでも、あの、カッターさんのチャンネルで、エスパルスのことについて触れてくれたりとか、あと僕もちょっとゲストで出させていただいている、配信のアーカイブもありますので、でね、はい、ぜひ、そちらも見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあ、そして、もしチャンネル登録、高評価、この動画が、もしよかったら、何卒よろしくお願いいたします。お願いします。ぜひ、グレモルの日常が早く1万人になってくれれば、僕はそれを追いかけると目標ができるので、皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。そして、はい、最近ですね、メンバーシップもちょっと、個人的に始めまして、YouTube を3年続けてのね、はい、リアル、いろんな意味のザ・リアル、本音をちょっと、お聞きしたいなとかいろいろ考えておりますので、はい、ちょっと気になった方はそちらも見ていただけると嬉しいです。さあ、というわけで、本日の試合前雑談の初めての試みでしたけども、はい、本日のゲスト、カタール富山応援 YouTuber のカッターさんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。バイバイ。マスモルです。バイチャー。バイチャー。ようこそグレモルの日常へ。チャンネル登録、そして高評価、グレモルの日常よろしくお願いします。シミーズエスパーズ。